ドゥアラはカメルーン共和国最大の都市でリトラル州の州都。大西洋のギニア湾に面し北西には4070メートルのカメルーン山がそびえている。首都のヤウンデとは道路と鉄道で結ばれている。1472年、ポルトガル人が建設し、奴隷貿易の中心として発達した。1884年、グスタフ・ナハティガルがドゥアラに ドイツの旗を立てドイツ保護領と宣言した。第一次世界大戦後1919年以降はフランス領カメルーンに属した。ドゥアラはギニア湾に面している。ウーリ川の河口の両岸に都市が広がり、左岸と右岸はボナベリ橋によってつながっている。ウーリ川に架かる第二の橋が開通している。欠片の気候区分で熱帯モンスーン気候に区分される。 ドゥアラ市とその周辺の地域では、バツー語族に属するドゥアラ語が使われる。カメルーンの公用語である、フランス語、英語も広く使われている。カメルーン国内で、商業上最も重要な都市である。空港や港もあり、運輸上の中心であるとともに、チャドからの輸送の中継地でもある。ドゥアラ国際空港ドゥアラの別産へ、駅級カメルーン国鉄であるカムレールによって、 シュトヤウンデ、ヌガウンデレ、クンバ、ウンコングサンバと結ぶ列車が運行されている。トラム市内交通トラムの建設計画があり、2021年以降に開業予定となっている。ドゥアラはカメルーの他都市とつながる道路網が建設されているが、ここ数年は政府による整備がなされず劣化している部分も多い。ドゥアラ市内の道路については改修の努力が進んでいる。 ドゥアラ港ドゥアラ港は隣の内陸国である中央アフリカの輸出入の75%が行われる港湾である。近年、ドゥアラ港沖では海上犯罪が多発している。ドゥアラをホームとするサッカークラブがある。ありがとうございます。